店の中で子供騒いでんのにほっぽらかしの親の家めっちゃ貧乏、おはよう、今日は親に子供が似るのかのお話。はい、というわけで、黒い方赤い首輪の、ノエルでございますが、非常に運動神経が良くて頭もいいです。ボールの持ってこい遊びなんかはお手の物で、うちの中でもねかなり頭脳明晰、運動神経抜群という感じで文武両道のね、うちの自慢のノエルなんですが、そんなノエルの子供がですね、このノエルの遺伝子をしっかりと受け継いでいるかっていうのを今日は皆さんに見ていただこうと思うんですけども、上手でしょ持ってこい遊びね、しっかりダッシュして、まあフリスビーなんかだと空中でねちゃんとキャッチできます、パクッつってね、でまあパパの方もアメリカのチャンピオン血統で非常にいい子です。顔はもちろんのこと体型や健康状態もバッチリで、もう本当にエリートっていう感じですね、ノエルの子に関しては。でね、ノエルのこのムチコっちゅう子なんだけど、まだ1歳になってないんですよ、まだ子犬なんだけども、まあそれでもねノエルの血をしっかりね引き継いでいるか見ていただこうと思うんですけども、あ、こちらです運動神経めちゃめちゃ悪いんすよちょっとねアホなんすよひどくないですか、頭脳明晰運動神経は自分のノエルの血は一体どこへ行ったひどくないですかこれスローでいきますよ、全然タイミング合ってないですからどっせーみたいになってますけど全然ダメなんですよ、タイミングも何もかも1から10まででこれボール当たりますから自分やーいというわけで全然ダメでしたねお次はね、リアムのおっぱいチュ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 吸っております、うちの、一番人気アイドルのグラトニーでございますが、グラトニーの子でね、お餅っちゅうのがいるんですよ、ね、今年の冬にねお引き渡ししたんで、まだ生後半年ぐらいかなの子なんですけども、まあ、グラトニーのねこの愛嬌たっぷりの、ムチムチボディとこの人間味あふれる笑顔、これがねしっかりとね引き継がれているかね、ちょっと皆さんに見ていただこうと思いますがいたずらされてますね、お餅ザウルスですねなんすかこれ、どこに売ってんすかこんなので気になるんでしょうねいいね恐竜みたいになってますけどもどうでしょう、グラトニーのグラトニーママの愛嬌がね引き継がれているような気がしますけど、これは愛嬌ですよね、バカなんじゃないですよねこれね愛嬌ってことにしときたいですけども、めちゃめちゃ可愛いでしょこのまあでもね顔とか体型ねすげえグラトニーにね似てるんすよでこちらひどいっすねこれ、だってこれあれでしょ、道路の横のあの隙間でしょ、ドブみたいなとこでしょ、で落ち葉溜まってるとこでしょおやめてよそんなとこ入んのって思っちゃうけどいやバカさがこれ似ましたかね、はい、というわけでね、いかがだったでしょうか検証結果はですね、いいところは似ないけど、おバカなところは似るという感じかなというふうに思いますけども、まあ、実際のところどうなんだろうっていう話なんですけどもね、あくまで分かんないですよ、犬のことなんで分かんないですけども、実際のところは運動神経とかはある程度遺伝するって言われてますね、まあ要は体のこと、まあ運動神経とか体格の見た目とかね健康状態とか、まあそういう体のこと、まあ顔とかもね含めてはある程度似るって言われてます。ただ人間ほどは似ない、まあ犬見てれば分かると思うんですけども、もうどっちが誰の子かとか分かんないでしょ、どっちがジョンの子でどっちがリアムの子か分かんないじゃないですか、子犬見ててもね、まあなんで人間っていうのは大体ね親子見ればこの子がこの子の親かなって大体顔も似てくるけども、そこまでは犬は似ないって言われてますね。まあ健康状態、体つきとか運動神経とかね、そうアレルギーとかなんちゃらかんちゃらとかっていうのは割と親にね似るっていう風に言われております。パワー
はい、というわけで遺伝の話でございますが、まあ、ちなみにね、性格とかは似ないって言われてますねもう犬の場合はもう育て方ですね、性格は。まあなんで、よく子犬のお問い合わせとかで、まあ、ペコちゃんみたいなおっとりしてる子がね、おとなしくてね、おっとりしてる子が好きなんですとか、リアムみたいに走り回るようなすごいかっこいいフレンチブルドッグがいいんですとか、グラトニーみたいなね、ちょっと抜けてるおバカさんぐらいが可愛いんですとかね、お問い合わせありますけども、それはあの育て方です遺伝しません、性格は。まあ完全に全く遺伝しないかって言われると、まあゼロではないです、うん、ゼロではないですけども、基本的にはやっぱり犬は育て方です。甘やかして育てればやっぱりこうおバカさんになるししっかりね、厳しくすれば背筋の伸びたね凛とした犬になるしっていう感じで、まあ飼い主さんのしつけ次第かなっていうふうに思います。まあそれこそうちのグラトニーとラストはペコの子で、同じ日に生まれた、同じお腹の中にいた、本当の兄弟ですけども、グラトニーとラストは全然運動神経が違うラストは、さっきのねノエルと一緒に走ったりしてたけども、本当に運動神経抜群でめちゃめちゃ健康で病院知らずっていう感じだけども、グラトニーはあんま走んない、まあ、ペコもそもそも走んないけどね。そう、グラトニーはほとんど走んないで、まあちょっとゴロゴロしてみたりとか、たまにね誰かとブヒレスしてちょっと遊んだりとかってするぐらいだから、全然兄弟でも違うんですよ。で、まあ当然同じように育てて同じようにしつけもしてるけども、やっぱこうやって分かれていくのはなんでかっていうと、まあ分かんない分かんないですよ。だからあんまりねこう犬飼う時に、まあこういう子じゃないと嫌だとかね、そうそう走り回るような子じゃないと嫌だとか、逆におとなしい子じゃないと嫌だっていうところにこだわりを持ってしまうと難しいっすよ、うん、結局どういう風に育てようって思って頑張ってもそうならないケースもあるし、まあ健康状態とかはね、当然アレルギーのない子がいいなって思ったら、まあそれこそラストみたいなね、そうそうめちゃめちゃ健康なノエルとかラストみたいなの母犬の子犬を選んだりとかするっていうのはありだと思うけども、なんかその性格とか運動神経とかね、そういう部分はあんまり期待しない方がいいっすよまあそれこそまあね、そうオス犬でめちゃめちゃ筋肉ムキムキのね小ドッグみたいな子がいいってなれば、まあ当然メスよりはオスの方が筋肉力は多いんでね、そのぐらいはありだと思うけども、あんまりそこまでね細かいこだわりを持つと犬選びはねあんまりうまくいかない印象です。まあさっきのムチコ、あのボール追っかけて下手くそだった方、クリームのね、あれとかもだから飼い主さんと、いやママとパパの血は一体どこに行ったんでしょうかってどこ行った、これからって一応 LINE 返しときましたけども、本当にどこ行ったのかなって思うぐらいのダメさでしたね。いやーはい、というわけで、もう一つ、まあこうやってね子犬たちたくさん写ってるけども、あなんかちょっとこの子大きいなとかね、ちょっとこの子一回りちっちゃいなとか、この子頭大きいなとか、手足長いな短いなとかね、よく見ると個体差があると思うんですけども、これに関しては、今生後1ヶ月ちょいちょいなんだけども、まあこのぐらいの時期で、差が出ているものに関しては結構追いつけ追い越せで分かんないですね。まあ引き渡し前に1ヶ月前ぐらいに見学をね大体の方いらっしゃってするんだけども、その時はちっちゃい子がいいなって言ってちっちゃい子選ぶんですよ。で引き渡しの時にそいつ結構大きくなってて割と兄弟の中で大きい方になってたりとかねするっていうことが結構多々あるんですよ。でまあその子が今度はまたね生後半年ぐらいしたら途中でなんかパタッとね、ピタッと身長止まったりとかすることもあるし、まあ人間とその辺はね同じかなって思ってもらうといいかなと思います。まあ小学校の時に背の順で一番大きかったやつが大人になってね、めちゃめちゃ2メートルとかになるかっていうとそうじゃないじゃないですか。結構いるでしょ、あの途中で身長止まってさ、どんどん背の順追い越されていくタイプ。まあそのままちっちゃい子もいるし大きい子もいたりとかもするけども、まあそんな感じで人間と一緒でね、結構そのサイズ感っていうのはね当てになんないですよ。この子犬の時のまあ骨格がいいなとかね、顔立ちがいいなとか表情がいいなっていうのはまあある程度このまんまだからそんなには変わんないだろうけども、まあそんな感じでね、なかなかこう子犬の成長っていうのはコントロールできないんでね、遺伝もそうですけども面白いもんだなというお話でございました。ではではこの辺でツシュトゥー、今日のワンコ、皆様本日も最後までご覧いただきありがとうございました。今日のワンコはノエル、犬舎で一番の頭脳派だよ。
チャンネル登録と高評価ボタン忘れずに押して帰ってね。それでは皆さんにとって明日もいい日でありますように。じゃあねー。